っぱこの J リーグ30年のこの歩みというのがやっぱりしっかりこう役に立っているということは言えますし、僕自身もここでやってこれたというすごくこう森島が斜めの動きでしたが、一度エゼキウエに預ける。エゼキウエからのパス、ドーグラス・ビエイラ、ドーグラス・ビエイラのシュート、ここはラグラックです。まあ、一つ出ましたね、はい、このコンビネーションというか、なんかしっかりプレスバックしてるんで非常にいいですね。ドーグラス・ビエイラ、ドーグラス・ビエイラ狙った。広島はこの10分だけで2人囲まれて、ここでホイッスルはまだありません。後ろにはマテウス、マテウスに渡した。稲垣も入ってきた。マテウスが中、稲垣飛び込んでいきましたが、最後フィニッシュまで至りませんでした。よく走りました稲垣。しっかりと外していきたいところでもあります。中央ちょっとこうパスがずれます。野津田中、エゼキウフリーで受けた。エゼキウオーフェイク、エゼキウの左足、ナイスキーパー。ここはよく止めました。ラグラック、しっかり奪ってまあ、フリーになって、ここも冷静でしたね。はい、そこから対河村が少し高い位置を取る。野津田が狙った。ここは止めます。野津田は昨シーズン対名古屋戦でゴールを決めてます。足の方が角度的にはいいですけどね。さて3人、河村低いボール、先制サンフレッチェ広島、直接フリーキック。なんと河村拓夢、今シーズン2ゴール目。ちょっと本人の表情を見てますと、ちょっと驚きの部分もあったかもしれませんけれども、まあ意図的にこう低いボールを狙ったんですかね、まあ、結果的に長いですかね、はい、最後当たったのは長いの足に当たって、まあ、ゴール吸い込まれましたけど、まあ、意図的に低いボールを狙ったんでしょうね、はい、おそらく、はい、島前半のうちに同点に追いつけるか。泉ヘディング、奥決めました。キャスパーユンカー、名古屋セットプレーで同点。キャスパーユンカー今シーズン6得点目。最後ファーサイドを一発で仕留めました。スラスボールをしっかりとファーサイドでこう待ってて、はい、長井ももしかしたらそれを狙ったかもしれないんですけど、完全にユンカーはこの流れてくるボールに対して最初からポジション取ってましたから、はい、まあ、ユンカーにとっては狙い通りでしょうね、ここね、中に入れてエゼキエウ、エゼキエウ、もう駆け引きした。エゼキエウが狙った。ナイスキーパー、ランゲラック、またランゲラックです。さて今度セットプレー、コーナーキック、広島また得点が動くかどうか。ファーサイド外、東の上、エゼキエウへのシュート、ミドルレンジから狙ってきました。エゼキエウ受けた。米本縦につけてマテウス、マテウスからスルーパス、ここはいいカバーに入ってました越道ですが、森下中、佐々木翔、最後はここ森下来て追加点は名古屋グランパス。今のはどうしよう、オンゴールかユーカーか、ちょっとこの位置からは、うん、はい、クリア しようとした自分のところに後ろから押されたという、はい、多分、そういう意識でレフェリーに対して言ってると思うんですね、はい、ここはキャスパーユンカー、はい、今シーズンこれで7ゴール目、今日2点目です。最後ユンカーですね。変化にはどうするか、ボックス内、川村、森島です、すぐ寄せる。森島の柔らかいボール、ドグラス・ビエイラヘディングシュートです。いや、高さを制しましたけれども、はい、枠には飛ばず、ここで試合終了の笛。押し込んだ広島でしたが、最後名古屋グランパス、キャスパーユンカーの2発で2対1。